表事項に入ります前に、記録的な大雨となりました九州北部を中心とした豪雨災害についてお答えを申し上げます。4月11日からの九州北部豪雨により河川の氾濫や土石流が発生し甚大な被害がありました。亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、現在行方不明と並べている方の一刻も早い救出を心よりお祈り申し上げます。また被害に遭われた多くの方々に心からお見舞い申し上げます。さて、先ほど本日の12時50分に公益社団法人神奈川県観光協会の平沢会長から循環護身行政停止についての要望書を説明いただきました。循環護身の要請を早期停止し看護師への移行支援にも積極的に取り組んでほしいとの要望であります。また既に発表済みですけども循環護身要請に対する県の考え方を整理して県のホームページに掲載しております。Q&A 形式でお伝えしておりまして、県の考え方をきちんと伝えていただいているといったものであります。皆様の理解を深めていただきたいと考えているところであります。で次に、県と連携して地震被害軽減のための普及啓発に取り組む店舗の募集を開始するので、お知らせいたします。地震による被害を軽減するためには県民一人一人が地震災害に関する意識を持ち自発的に減災に向けた取り組みを始めることが大変重要であります。そこで県は民間事業者と連携して地震被害の軽減を図るための普及啓発に取り組む神奈川減災サポート店制度をスタートいたします。具体的には県民の皆様が日常利用されている店舗を対象として想定しています。サポート店の認定要件としましては県内の店舗等であることのほか県の講習を受けていただきまして減災に向けた取り組みの重要性をご理解いただくこととしております。サポート店の取り組みとしては普及啓発パネルの掲示やリーフレット等の配布などを通じて普及啓発に取り組んでいただきます。なおサポート店には認定証とともにお手元の資料に掲載されています認定ステッカー、これですね、これを交付することにしております。明日から随時申請受け付けますので多くの店舗からの応募をお待ちしております。